こんにちは、モスマンです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ビザンチンドリームがムルザバエフ騎士で皐月賞に向かうっていうアナウンスメントがありまして、おっと思いつつですね、あっていう思いもあるわけですね。もうその2つが同時ですね。っていうのも、もし皐月賞ムルビーで勝ったとして、ダービー誰の乗っていうね、ムルビー4月ね、皐月賞の週までだそうなんで、勝っても負けてもダービーの鞍上は宙に浮いちゃってますからね。まあ当然もうすでに水面から打診はしてるんでしょうけど、誰っていうね、ダミアン・レイン騎士来るっけ今年っていうね。なんか累積警告の関係かなんかで、なんか来れないんじゃないでしたっけ、違いますよ、5月来ますよって知ってる方いたら教えてほしいんですけど、確かレイン騎士来れないんじゃないかと思って、そうするとね、ムルビーで皐月賞勝って、レガレイラを離され抑えて勝って、とか適当なあのシミュレーションしてね、勝つとするじゃないですか。勝った瞬間、次地獄ですよね。ベストな乗り役とダービー行けないみたいな。ほんとそれちょっと思っちゃって、なんか、この乗り換わりって、まあムルビー乗ってくれるのは嬉しいんだけども、先はないですよね、現状ね。ダービー、ほんと、ムルザバエフ騎手以上の、パートナーを迎えて日本ダービーってそんな可能性あんのっていう気がしてて、なんか、ウルトラシーでいきなりまたモレーラ呼ぶとかねいきなりわーみたいなことになったりしたら笑っちゃいますけどね。まあモレーラ来たらさすがにやっぱ新エンペラーの方乗るか。新エンペラーもね、先のない乗り換わりが発表されましたよね。先がないって言っちゃいけないんだけども、あのビザンチンとムルビーで皐月賞っていう、そのアナウンスメントの10時間前ぐらいに、新エンペラーは川田騎士と弥生賞ってアナウンスがあって、それ見た瞬間はって思っちゃったのは僕だけじゃないはずなんですよ。じゃあジャンタルはっていうことですよね。ジャンタルマンタル降りて川田騎士新エンペラーでクラシック行くとはちょっと思えないんで、さすがにここはなんか代打騎乗の本当一回だけのライディングなのかなとか思うんですけど、そうなるともう一回言うんですけど、この乗り換わりって全然先がないですよねと思って、なんで新エンペラーも皐月賞、まあ権利取ってね、無事皐月賞コマ進めたとして、本番皐月賞って誰が乗んのっていうね。でダービーそれこそ誰が乗んのっていう、ちょっとね今年なんつうか、まあルメール騎手もね、レガレイラこそそのまあいますけども、弥生賞はトロバトーレ乗るわけなんですけれども、タケ騎手もねエコロバルツでちょっとね引っかかっちゃったりとかして、つって弥生賞はサンライズジパングでっていうアナウンスメントだった。これもこれでよしと僕は思ったわけなんですけれども、なんかそうですね、やっぱり乗り役福永調教師が引退されてね、なんていうかちょっと乗り役不足って言ったらほら、まあ、大変失礼な言い方になっちゃうんだけども、もうちょっとねなんかこうやっぱり外国籍のジョッキーにとりあえずもうなんか来たら全部乗せ替えるっていうことをやると、こうやって直前でガチャガチャ入れ替えになっちゃうんでね、それって果たして本当にいいのかっていう気がしなくもないですね。そんなことやってるんで結局レガレイラ、ルメール騎士乗り続けて、レガレイラが牝馬でボバークラシック2冠とか言って笑えないことになっちゃうかもしれない。笑えないっていうか、もう結局ルメールナンバーワンがずっと乗り続けた馬がそのまんまトップ取っちゃったみたいなね。やっぱり乗り代わりよりもやっぱり2戦3戦続けて乗った方がきっといいと思うんでね。っていうことで、まぁ、今回ちょっとね、乗り換わり新エンペラーとビザンチンで、こうドタバタと、パッと見先のない乗り換わりがありましたので、ですね、ほんと、現状先がないです。ただ絶対に水面下でもう本番の乗り役も絶対打診はしてるはずなんで、アナウンスがないだけで決まってはいると思うんですけども、まぁ、僕らファンからすると全くそれがわからないので、水面下すぎて。なんで、まあ、とりあえず、先のない乗り換わりと申し上げておくんですけれども、最後に、どうですか？新エンペラーと川田騎手って手が合いそうですかね？と思って、正直、結構後ろから行く馬、まあ、後ろからも行けると。ジャンタルマンタルのが川田騎手の、なんていうか、戦法っていうか、彼のライディングスタイルに合ってるような感じが僕はしますけどね、正直言ってね。
新エンペラーだったら正直武豊騎手結構いい気がするんだけれども、まあさすがにさ武騎手もエコロバルツとサンライズジパングを振って皐月賞新エンペラーですってことはないだろうから、でも新エンペラーのあの感じは結構武騎手合ってるかなっていう気は僕はしてるんですけれども、あとそうですね、ビザンチンドリーム、まあ、ムルザワエフ騎手、まあ、これは僕は異論はないわけなんですけれども、ダービーってもしレーン騎手が来ないと、外国籍のジョッキー来ないとして誰がいいんですかね、え田辺っていうね、あの困ったらすぐ田辺行くじゃんっていうような、そんな印象を僕持ってて、あの割と有力馬でね、勝ち負け G1 で勝ち負けできるぐらいの馬が、鞍上が宙に浮いた時にあの困るとすぐ田辺行くみたいなそんな印象を僕は持っているんですけれども、田辺騎手、まあ、パワーホールでねダービー目指すと思うんで、いや田辺騎手とてそんな手は空いてないよってなっちゃうかもしれないけども、とりあえずなんか結局どのジョッキーがどの馬でっていうね、その有力馬に、現状まだ乗り役がですね完全に固定できてないっていうのが、なんかそれがまあ僕としてはあんまり好ましくはない気がして、まあ、やっぱりこの馬とこのジョッキーとっていうね、まあそのウィルソン・テソールと原じゃないですけどね、今で言うとね、まあドーデュースに武豊じゃないですけども、やっぱこの馬はもうこのジョッキーでっていうセットでね応援したいなっていう気持ちがあるんで、まあ新エンペラーは僕はムルビーだと思ってたもんだから、川田騎手ってのはマジでびっくりしたし、まあビザンチンムルビーいいんだけど、もう一回最後にもう一回言うんですけど、この乗り換わりダービー本当誰が乗んのよってね、なんか皐月賞勝っても素直に喜べない気がして、うわー勝ったーけどダービー誰が乗るんだーみたいなね、ということで現状ですねちょっと乗り換わりに振り回されている次第でございます。はい、なんかね新エンペラー本番はこのジョッキー乗ったらいいんじゃないと、この機種手が合うんじゃないとかね、こう思うところある方いたらぜひね、コメント欄からこう、声を上げていただいて、はい、ビザンチンドリームもね、マジでレーン騎手来ないとしたら、じゃあ日本人のジョッキーでって言った時に、誰が手が空いてて、その馬がね、その、お手馬がいなくて、そしてどんなジョッキーが乗ると良さそうかみたいなのも、なんかちょっとそう、まあ、考えるのも楽しいっちゃ楽しいんですけども、まあ、そうですね、そうですね。そうですねまあレーン騎士が来るっちゅうんだったら、あそういうことなんだねっつって一発なんですけどね。はい、っていうことで、ちょっと今回ね新エンペラー川田騎士とビザンチンムルビーっていうこのアナウンスが連発でね10時間ぐらいの時間差であって、びっくりしたという次第でございます。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今週はねフェブラリーステークス含めて重賞4つっつうことで、なるべく4つとも解雇動画なり感想動画を出していきたいと思いますので、皆様よかったらね週末お付き合いください。どうもありがとうございました。